指定機は、フランスのパリ地下鉄4号線の駅である。1910年開業。指定島にある2つの駅の一つで、ノートルダム大聖堂などへの最寄り駅である。セーヌ川を先行するため、地下20メートルと深い場所にある。照明が全体的に緑色がかったものになっている。駅内部の様子この駅は、 4号線部分開業の約2年後である1910年12月10日に開業した。4号線自体は1910年1月9日にポルトド・クリニャンクール駅ポルト・ドルレアン駅間が全通したが、駅開業までの間、列車はこの工事中の駅を通過していた。かつては隣接するパリ警視庁や現在の入り口から数十メートル離れたパレド・ジュスティス。 に通じていたこともあった。パレド・ジュスティス内にあるかつての入り口は現在も見ることができるが安全上の理由で30年ほど前からはほとんど使われていない。これらの地下通路は特に第二次世界大戦中に避難のために用いられたとも言われている。ルイ・レピーヌ広場にあるエクトール・ギマールデザインによるメトロの入り口北位48度51分20.3396秒。 統計2度20分44.6712秒。北緯48.855649889度統計2.345742000度。48.8556498892.345742000。ありがとうございます。